はい、皆さんこんにちは、おぐずキッチンです。僕はですね、今年の7月にボディコンテストに出て、それを最後に今年の減量は終えまして、現在は増量期といいますか、食事を楽しみながら筋トレライフを送っているところなんですけれども、だいたいね、僕は今4食とか5食とか食べるんですけれども、正直ね、もう毎回毎回作ってたらさすがにね、ちょっとめんどくさくなってきました。でまたね、少しずつ秋の季節になってきたということで、今回は1回の調理で1日に必要な栄養素が全て取れる秋の炊き込みご飯を作っていきたいと思います。ということで早速作っていきましょう。はい、ということでまずはお米3合準備していきます。はい、続いて具材を準備していきます。まずこちらの人参ですね。人参はだいたい半分使っていきます。こちらはね、色合いが良くなりますので使っていくんですけれども、めんどくさい方はこちらカットしていただいても構いません。あとはお好みのキノコを入れていきますが、今回はしめじと舞茸使っていきます。しめじはね、やっぱり食感が良くなりますので使っていきたいのと、舞茸はね、結構味が出るというか、出汁的な意味で使っていきます。あとはね、本当は乾燥椎茸とかもあったらいいかと思いますが、お好みで入れてみてください。で、人参を切っていきます。人参はこんな感じでちょっと斜めに切って、厚さはですね、3ミリから5ミリぐらいに切っていただいて、でこのように重ねてですね、切っていきます。そうするとこのような感じで短冊切りみたいな形になりますので、こういう形で切っていきます。はい、人参切り終わりました。後で混ぜた時にもう粉々になってしまいますので、正直切り方は何でもいいです。あとね、しめじと舞茸を一口大に切っていきます。はい、これで具材の完成です。簡単ですね。はい、そしてこちらの炊飯器にお米と具材を入れていきます。でこちらに調味料をまず入れていきます。まずみりんですね。みりんは大さじ1入れていきます。そしてお酒も大さじ1、そしてお醤油ですね。お醤油は大さじ4入れていきます。あとでね、ささみを入れますので、ささみにね、味がついていないのでちょっと濃いめの味付けにしていきたいと思います。そして本だしを小さじ1入れていきます。あとお水をですね、この3合の印まで入れていくんですけれども、キノコからもね、水分結構出てきますので、気持ち少し少なめで入れていきます。はい、こんなもんですね。で少し混ぜていきます。そしてこの中に先ほどの具材を入れていきます。まず火の通りにくい人参から入れていきます。舞茸入れます。しめじも入れます。はい、ということでこちらを一旦炊き込みます。はい、それではですね、これからささみの筋を取っていきます。で僕はいつもささみの筋を取るときに、この計量スプーンの穴を使って取っていきます。でどうやって取るかと言いますと、こちらのですね、ささみのね、ここの筋あるじゃないですか、これに計量スプーンのここの穴に通します。でこれを、こういった布巾やキッチンペーパーなどでこの筋を持ちまして、で引っ張りますね。こう するとこうスーッとこんな感じで筋が取れます。これがね、ちょっと面倒くさいんですけれども、やっておくと後からめちゃくちゃほぐしやすくなりますので、僕はこんな感じで筋を取っております。もうね、慣れたら結構簡単ですのでやってみてください。スーッとこんな感じで綺麗に取ることができます。では残りもやっていきます。はい、ということで綺麗にね、筋が取れましたので、塩麹にこちらつけていきます。僕はいつもこの塩麹を使っております。何でもいいと思うんですけれども、これをつけることによって、より柔らかくなるかなと感じております。これはね、結構適当ですね。このぐらい、いつももうちょっとつけるんですけれども、これを少し揉み込んでいきます。はい、塩麹つけ終わりましたので、こちらをジップロックに入れていきます。はい、ジップロックに入れ終わりましたので、こちらを低温調理していきます。こちら62度で1時間低温調理していきます。はい、ちょっと音が取れてなかったのでマイクで音声入れていきます。ささみの低温調理ができました。低温調理したささみをほぐしていきます。
最初に筋を取っていることでささみがほぐれやすくなっております。はい、出来上がりましたので、こちらをご飯の中に入れていきます。鶏肉を低温調理した後、後乗せすることによって鶏肉を柔らかく食べることができます。そしてこれだけでは脂質ほぼゼロになりますので、こちらの MCT オイルを入れていきます。 MCT オイルは 30g 入れていきます。結構ね、量があるかと思うんですけれども、これでも全然くどくなく食べれます。はい、そしてこちらを混ぜれば完成になります。はい、ということで完成しました。見てください、これめちゃくちゃ美味しそうです。ということで、いただきます。うん、うまい。やっぱ秋はね、炊き込みご飯ですね。うん、やっぱりね、この人参を入れることによって色鮮やかになりますので、非常にね、目でも楽しめて美味しく食べれますね。うん、しめじの食感もいい感じです。 MCT オイルを入れてることによってパサつきも抑えられておりますし、ちょっとね、なんかこうコクのようなものも感じるんですよね。やっぱりね、体を作っていく上では油も重要になってきますし、もうこの MCT オイル大活躍ですね。あれだけ油入れてたんですけれども、 MCT オイルってさっぱりしてますので、もうそのままでも飲めちゃうぐらいなので、全然ね、油なんですけれども油っぽく感じないっていうのが非常にいいところですね。で、こちらね、今作ったものになります。で、このお釜全体のカロリーとしてはこんな感じになります。カロリーが2330キロカロリー、タンパク質が 147g、 脂質が 38g、 そして炭水化物が 350g という形になっております。本当にね、体作りにはぴったりのバランスになっているかと思います。で、これをベースにもうちょっとカロリーを減らしたい場合はお米を減らせばいいかと思いますし、またね、さらに増量したいという方に関しては、まあ、量を増やしていったりということで調整できるかなと思います。で、これね、本当に作っておけばもうお釜開けて食べればいいだけですんで、作り置きにもなりますし、まあ、おにぎりにしてね、外にも持っていきますので、本当にね、この秋のボディメイクにはもってこいのレシピかなと思います。はい、ということで本日はボディメイクにぴったり、また秋にもぴったりの高タンパクな炊き込みご飯を作っていきました。このチャンネルでは美味しく食べながらダイエットをするためのレシピや、僕のコンテスト出場の Vlog などもお届けしておりますので、もしこの動画が良かったなと思っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは良い一日を。